うわぁ、新幹線だ。そうすけ、危ないからこっち来なさい。かっこいい。邪魔だガキ。うぅ、そうすけ、大丈夫？親がちゃんと見とけ。あ、すいません。あなたこそ、ちゃんと周りを見た方がいいんじゃないですか。誰だお前。私は新幹線の車掌です。車掌が口挟んでくんだ。あなた、ながらスマホをしてましたよね。それでいて子供にぶつかり、邪魔だとは。あまりにもひどくないですか？うるせえな、ちゃんと子供を見とかね、親が悪いんだよ。お母さんはしっかり見守ってましたよ。無邪気に走り回るのは子供の仕事です。気を使うべきは大人の方ですよ。たく、宗介くんおいで。何ですか？はい、どうぞ。宗介社長、ケル。見てママ、あっちに新幹線が走ってる。宗介、静かにしなさい。新幹線のぞみ号だ、すごい。うるせえな、クソガキ。すいません、静かにさせますので。親なら早く黙らせろ。ソウスケ、泣かないの。ソウスケくん、こっちおいで。うん？車掌さん。車掌室からはもっといろいろ見えるんだよ。すごーい。ありがとうございます。ん？ソウスケ、こっちだよ。ママ、新幹線のステッカーだ。それ前も買ってあげたでしょ。行くよ。すいません、お母さん。はい。お子様って今小学生ですか？え？やだ、なんか切符間違えてた？罰金とか取られたらどうしよう。保育園児です。そうですか。ママ？レスト切符代ご返金しますね。え？子供用の切符は小学生からですので、お子様は無料で乗れますよ。知らなかったです。ではこちらご返金しますね。ありがとうございます。ソウスケ、ステッカー買ってあげる。やったー。笑顔よし。急げー。はぁ、間に合った。ソウスケ、静かにね。わかったよママ。ちょっとあんた。はい。ここ女性専用車両よ。男の子はダメなのよ。あ、そうなんですか。常識でしょ。女しか入れないのよ。案内に書いてあるでしょ。出て行って。ソウスケ、行くよ。ちょっといいですか。何よ。少し勘違いされてますね。何がよ。私は正しいことをしたまでよ。女性専用車両は小学生以下の男の子も乗車できるんですよ。え？女性しか入れないと勘違いされがちですが、しっかりと案内に書いてありますよ。そうだったのね。お母さんとソウスケくん、安心して乗車してくださいね。ありがとうございます。ありがとう。ん？なるほど、初めてのお使いかな。最初は4番に乗って TY に乗り換えて横浜。ソウスケ、大丈夫かな。この電車に乗って着いたら TY に乗って。着いた。 TY はどこだ？東横線の横浜方面なんだけど、わかるかな。これだ。待って、あれ逆方面じゃない？そうっす。頑張れ。あれ、横浜がない。どうしたの？これ横浜着かないんですか？そうだね、横浜だと反対だね。戻れないですか？大丈夫だよ、次の駅で向こう側の電車乗ろっか。いいんですか？お兄ちゃんが伝えとくから安心して。ほら、行ってらっしゃい。乗りまーす。そうすけ。ママ、すごいじゃん、一人で来れたね。うん、もう一人で行けるもん。わかんないよ。豊橋駅、まもなく発車します。どの出口に行けばいいんだろう。お姉ちゃん、どうかした？鶴橋の行き方が分かんなくて。鶴橋ってことは、近鉄で行くの？はい、確か赤い電車で。八幡系のことだ。八幡系は特急火の鳥のことだから、13時発の火の鳥63列車に乗れば大丈夫だよ。あ、はい。ここまっすぐ行った、広小路改札出たらすぐだからね。ありがとうございます、詳しいんですね。違うの、子供が電車好きだから一緒にいると覚えちゃうの。僕も八幡くん乗りたい。なるほど、本当に助かりました。じゃあ気をつけてね。バイバーイ。なんか泣けちゃう。行くぞー。ん？わあ。ちょっとソウスケ、何やってんの？大丈夫ですか？なんで行けないんですか？どこにですか？ハリーポッターに出てくるホグワーツです。ちょっと駅員さん、気にしないでくださいね。あ、もしかしてホグワーツ魔法魔術学校へ入学ですか？はい。ですと、ロンドンのキングスクロス駅、9番線と10番線の間に9と4分の3番線に入る壁がありますので、そこに突進してください。わかりました。するとホグワーツ特急列車が待ってますよ。やったー。ママ、ロンドンに行こう。パパに相談だね。うん、行ってらっしゃいませ。ん？
ソウスケ何やってんの？お寿司の弁当が食べたい。さっきおにぎり買ったでしょ？お母さんちょっといいですか？え？私なんかした？罰金とか言われたらどうしよう。お子様は小学生ですか？いえ、保育園児です。新幹線の席に座るときって膝の上ですか？はい、外をずっと見てるので。ですとお子様はただでいいですよ。え？そうなんですか？はい、座席を一つしか使ってないのでお母さんの分だけで大丈夫なんです。知らなかったです。こちらは払い戻し分です。ありがとうございます。ソウスケ、何？お寿司買っちゃおっか。やったー、笑顔よし。いつもありがとう。駅員さん、これあげる。何これ？年賀状です。邪魔になったらすいません。ありがとう。じゃあソウスケくん、ちょっと待っててね。うん。え？ソウスケくん、お母さん、お待たせしました。いえいえ、これ少ないけどお年玉です。わー、ありがとう。そんな悪いですよ、僕なんてあげる子いないので。もらってくださいよ。ありがとうございます。駅員さん、今年もいっぱい電車乗ります。待ってるよ。すいません、駅員さん。どうされました？子供が保育園児なんですけど、改札どうやって入ったらいいですか？そのまま通過して大丈夫ですよ。あ、わかりました。じゃあママ行くよ。ちょっと待って、改札通るときに扉が閉まって顔にぶつかったりしないかな。もういい、行くよ。どうしよう、心配。お母さん安心してください。え？自動改札は身長が120センチ以下だったらセンサーが反応しないので扉は閉まりません。そうなんですか？はい、ソウスケくんの身長なら大丈夫ですよ。安心しました。ソウスケ、おいでー。わー、笑顔よし。今日はどこ行くの？新潟のおばあちゃんの家。お母さんは？おばあちゃんの看病で先に行ったの。そっか、気をつけてね。新幹線特に乗って浦沢駅で乗り換えて越後川口。新幹線特急323号到着です。うわあ、特急だ。上越線大雪の影響で全線運休となっております。駅員さん、電車来ないんですか？ごめんね、雪で電車が走れないんだよ。ママ小僧、みかん食うか？あ、うん。バカいっぺこで積もったねっけ。おい、おじさん、英語話せるの？面白いこと言うな。新潟の方言中やっちゃ。へえ、バカ言ってどうでったっけ？バカいいね。ソウスケ、大丈夫？ママ寒くなかった？バカいっぺこと積もったねっけ。え？駅員さん、ソウスケくん、どうしたの？ママの誕生日で買ったお花を忘れちゃったの。え？もう見つからないですか？必ず見つけるよ。乗ってきた電車は覚えてる？33分に着いた横浜行き。オッケー、どこに座ってたかな？いつもママと座る前の方の窓側。わかった、ちょっと待ってて。うん。531号F、車掌取れますか？はい、こちら531号F。前より窓側の座席に花束の忘れ物、至急捜索願います。了解しました。お子様からママへのタンプレみたいですよ。泣けますね。ちなみにお名前は？ソウスケくんです。了解です。あ、あったあった、ソウスケくんのお花だ。え？あ、子供がママへのプレゼント忘れちゃったみたいで。あの、その子、この席に座ってたって言ったんですか？そうですよ、知ってる子ですか？あ、いえいえ、気のせいです。You've been down。 わあ、スタンプ見て。よかったね。インクをたくさんつけて。おいガキ、んちんたらしてんじゃねえぞクソが。うー、あー、すいません、お急ぎだったら先にどうぞ。まったく、何もしてないガキは出しゃばるな。おいこらてめえ、順番も守れねえのか。俺はこの後仕事なんだ、時間がないんだ。そんな忙しい時にやるもんじゃねえだろ。みんなルール守ってやってんだよ。守れねえなら参加すんじゃねえよ。帰りも遅いから間に合わねえと思ってよ。終電までやってますので仕事終わりにゆっくり参加してください。はい。駅員さん、スタンプ50個集めました。お、ではメダルのプレゼントです。やったー、笑顔よし。わー、新幹線だ。ソウスケ、電車の中は静かにしなさい。あのガキ、靴のまま座席に乗ってやがるな。あれは小田原線の電車だ。そろそろ俺が行ってやらねえとダメか。かっこいいな。お兄ちゃん、かっこいい靴だね。あ、ありがとう。あ、ソウスケ、ちゃんと靴脱ぎなさい。あ、忘れてた。すみません、私がちゃんと見てなかったので。分かっていただけたら結構です。これからも次の方が気持ちよくご利用できるようご協力をお願いします。はい、ごめんなさい。お兄ちゃん、早草だよ。わー、かっこいい。笑顔よし。ん？次の小玉号はどこですか？次は新大阪行きが11番線から発車しますよ。ありがとう。どこまで行くの？熱海まで。そっか、じゃあ気をつけてね。新横浜の次が小田原で、次が、あ、あんちゃん、着いたで。え？ここはどこ？新大阪やで。熱海で降りないとだったのに。
もうお金ないです。ほな歩いていかへんとな。うー、嘘やって、金もいらんからこのまま乗ってな。折り返しで東京まで行くさかい。え、あ、うん、ありがとう。母ちゃんには歩いてきた言うときな。サスケ、遅かったじゃん、なんかあったの？歩いてきたの。え、嘘やって。なんで関西弁？今日はどこへ行くの？スイミングに行くの。お、頑張ってね。うん。よいしょ、よいしょ。あ、おばあちゃん、座ってください。あれ、いい子だね。長生きしてくださいね。ありがとね、お礼にチョコをどうぞ。わ、ありがとう。あ、雨が降ってきた。少年、傘入る？え、いいの？オケぽよ。ねえねえ、チョコ好き？うん。余り物でよかったら。ありがとう。ソウスケ、その荷物どうしたの？お姉さんたちにチョコもらったの。モテオだね。じゃあママのはいらない？いる。あれ？ソウスケ、チョコは家にいっぱいあるでしょ。今食べたい。もう。お母さん、ちょっといいですか？はい。お子様はおいくつですか？え、なんか疑われてる？どうしよう。6歳です。ってことは4月から小学生ですか？そうですね。もしかして買う切符間違ってた？ですと、3月31日までタダでいいですよ。え、そうなんですか？はい、子供の切符が必要になるのは4月1日からです。てっきり保育園を卒園したので小学生扱いだと思って。こちら切符の代金お返ししますね。わざわざありがとうございます。ソウスケ、何？チョコ買ってあげる。やったー、笑顔よし。あれ、どこ行けばいいんだ？邪魔だ。あ、すいません。うろうろすんな。あ、すいません。あー、もうわかんない。お兄ちゃん、どうかしたの？あの、長野から就活で来たんですけど道に迷っちゃって。どこまで行くの？いわきです。なら E657 系だ。え？あ、息子です。 E657 系って常磐線の特急日立だよ。え？あ、日立は中央改札を通ってエスカレーターで2階に上がって8番線に行ったら大丈夫だよ。あ、ありがとうございます。この子のおかげで私も詳しくなっちゃって本当に助かりました。就活ファイト。ファイト、ありがとう。お、初めてのお使いかな。赤い名鉄に乗って豊川稲荷で降りる。あ、赤い名鉄だ。うわー、かっこいい。え、まもなく豊川行き列車発車します。え、豊川乗ります。ちょっとソウスケ、頑張れ。次豊川稲荷ですか？はい、豊川ですよ。あれ、お兄ちゃん、この電車は JR だから名鉄とは違う駅に着いちゃうけど大丈夫かな？間違えちゃった。もう戻れないですか？楽勝だよ。一緒に名鉄の駅まで歩こうか。うん。ソウスケ、なんとか来れたんだね。楽勝だよ。どうやってここまで来たの？にひー。ソウスケ、エレベーターのボタンを押して。うん。ソウスケがいると助かるな。ママは重いベビーカーをしてるから疲れちゃうもんね。そうそう。どけどけどけ。え、うん、もう満員だ。子供連れは後にしろ。おいごらてめえ。え、てめえは本当にエレベーターが必要か？階段より楽だから使ってんのよ。エレベーターがないと移動できねえ人がいるのがわからねえか。あんたは階段でもエスカレーターでも移動できるだろ。まあそうだけど。なら相手の気持ちになって譲ってあげてください。どうぞ。ありがとう。一人でお出かけかな？うん、一人で名古屋まで行くの。すごいね。行ってらっしゃい。光の7号車の10の E、 ここだ。おいガキ。え、そこは俺の席だ。どけ。うー、ソウスケ。じゃあ切符見せてください。え、生意気なガキだな。僕は7号車の10の E だ。お兄ちゃん、席合ってるよ。あ、クソが。お兄ちゃんかっこいいね。あんな怖いおじさん倒しちゃったんだもん。僕はもう泣かないんだ。ママと約束したんだ。強くなったね。